朗報です。なんとみんな大好き坂本誠也選手から技を入手しました。それも、僕が勝手にセイガの動画を見て研究したっていうわけじゃなくて、セイガに連絡してなんかいい技ないって言ったら、こんな感じ、セイガ必殺技教えてみたいな、そんないきなり企画でやりたいのもあるけど普通に知りたい、お願いします、しゃあなし教えてあげるよ、マジ電話していい、細かく教えていいよって言って、これ電話して先生ありがとうございますって言って、マジで使えると思うからっていうね。でも聖画のキレは再現できないですけど、ちゃんとここに今こうやってメモってあるんで、細かく、なるべく聖画に近づけて、やろうと思います。それでは早速頑張ってやっていきたいと思います。お願いします。はい、それでは早速やっていこうと思うんですけど、今回やる技はダブルクロス、聖画のおすすめ最強技ダブルクロスだそうです。でですね、ダブルクロスって聞くとまあそんなに難しくないみたいな、ただクロスチェンジ2回やるみたいなだと思うんですけど、もう聖画にめちゃくちゃ細かく言われて、もう全部メモってあるんですけど、やっぱそのダブルクロス一つとっても、まあ、あのレベルになるとこんな細かく意識するみたいなことまで言われたんで、まあ、それを全部伝えていこうと思います。うまく伝えれるように頑張ります。では、一回ゲームライブでやります。はい、っていう感じの技です。で、その動画でセイガがやってたのは1対1の状況じゃなくて、ここでピックアンドロールが行われて、セイガがこっちに攻めていった時にここでキャンセルしてもう一回行くっていう、そういうダブルクロスだったんですけど、そのセイガが言ってたのはまず使う場面がすごい大事、その後に質になってくるって言ってたんで、やっぱ使う状況っていうのは、まあ、今回はちょっと人数がいないんで1対1の場面で説明します。セイガも一番やる場面が多いのは1対1って言ってたんで、1対1でやります。はい、でまずこういう時にこっちでもいいと思うんですけど、ただできればこっちの方がいいかな、ウィークサイドの方がいいかな、このウィークサイド側をこう抜く、まあ、これ実際抜けてなくてもいい、抜けてたらもうそのままシュートいっちゃえばいいんで、こう抜けてない状態、この時に一回止まって、ここでキャンセルしてる。で、そのキャンセルした時に、5-5とか、その人数がいっぱいいる状況の時は、こう周りを一回、ここでオープンスタンスにして、一回周りを見る。周りの状況を見ると、ディフェンスも一回油断するんで、止めたと思って、油断して、セイガ曰くディフェンスの腰が浮くらしい。これ止められると、こっちになって、こうやってオープンしたら、そんなに浮かないと思うんですけど、そんなに浮かないと思うけど、多分ちょっと浮くらしい、ディフェンスの重心が。ちょっと浮いたところっていう、まずはこういう場面の時に使うよっていうのを覚えてください。一回止められたってなって、ここでディフェンスの気の緩みを利用した時に使う。それは1対1でもいいですし、ピックアンドロールでもいいですし、まずこのどういう時に使うかっていう。を覚えてください。で、次は細かいポイントになるんですけど、でこの1個目のダメだこのドリブル、あ、ダメだったこのドリブルは緩急を利用するためにかなりもうゆっくりやっていいそうです。こうやって早くやっちゃうんじゃなくて、この戻る時のドリブルはゆっくりで、その時のポイントがこういう下から下ろすよりはこう上から行った方が時間も長くなると思うん で止められたらこう上から下ろしてもう一回行く、緩急使ってもう一回行くっていう形にした方がいいと思います。もう一個大事なポイントがキャンセルする時にまずゆっくりやる、これが1個目のポイントで、もう1個目のポイントが周りを見つつディフェンスもこのディフェンスもちゃんと見とかないと、このディフェンスがもうバリバリもう警戒してるかもしれないんで、そういう時はできないんで、ちゃんと視野に入れときながらこうチェンジする。で、そのチェンジする時のいつ行けばいいんだっていうタイミングは、セイガ曰くこのターンが終わっていく、これじゃあ遅いみたいなんで、で、その電話じゃ伝われないって言ってたんです、電話じゃ伝えれないって言ってたんですけど、リズム的にはパパーンの感じで行くみたいなんで、おそらくこういう感じだと思います。で、今のリズムの中でちゃんと周りを見ておいて
書いて止められて遅くしといて2個目を小さく早くチェンジ。その2個目の時はもうちゃんと相手を抜く気で肩入れてドライブに行く。はい、次に大事なポイントは、このダブルクロス使う場面は最初からここからやるダブルクロスもあると思うんですけど、1回ドライブを挟んでからの相手の緩みを利用したダブルクロスになるんで、どうしてもやっぱリングへ1回向かうんでちょっと距離が縮まると思うんです。ハイレベルな人のすごいところはその先までちゃんと考えてて、ドライブしてここで相手を抜いたとしてもリングとの距離が近いから周りのディフェンスをちゃんと見ないといけなくて、でその時に1回こうオープンの時周りを見るって言ったじゃないですか。その時のこれをちゃんと頭にインプットしといて、その次のことまで考えて、こっからビッグマン来たら合わせとか収縮してきたらもう外飛ばすとか、だからその技一個教えるにしてもそこまでちゃんと考えて教えてくれるっていうのが、素晴らしい、すごい選手ですね。俺が言えたことじゃないけど、また皆さんもその相手を抜きにかかった時は多分この時点でパッと見といて、でここの相手をディフェンス抜いて次じゃなくて、抜いとる最中にはもう次が分かってるぐらいの感覚。正解に教えてもらったこのダブルクロスは先のことまで使い入れるんで、そこまでできるときは練習してみてください。正解はトニーパーカーからなんか盗んだ技みたいなんで、トニーパーカーのハイライト見てもいいかもしれません。僕もあんまり身についてないんで何回かちょっとやってみたいと思います。やりやすいのが、ここでコンタクトしたときに、この位置のまま、こうやってやると、なかなか難しくて、やりやすいのは、1回ずつ、下がって、もう1回抜く。2回目の、キャンセルして、2回目のドリブルは、結構、ゴールに直線上に、あんまり離れずに、行った方が、多分いいと思います。うまくできなかったかもしれないですけど、聖火が言ってた細かいポイントは、全部伝えれたんで、あとは皆さんもやってみながら、あと聖火とかのこれ確か聖火の動画とか早稲田だったかなの時にやってました。あと早稲田の時にやってたんで、その動画見てもらえば出てくると思うんで、ぜひ見てください。であとは、聖火といえばジェリーで、ジェリーのやり方どうやってやるみたいな感じで聞いたときには、なんか聖火はもうジェリーやってる感覚がない感じでジェリーをやってるらしいです。でジェリーっていうのはなんかそもそもダンクに行くのをやめるのをジェリーっていうらしいんで、なんかそもそもダンクできなかったらジェリーじゃないらしいんですけど、まあこの動きはジェリーなんで、僕もちょっとね、ジェリーよくやるんで、ジェリーね、かっこつけじゃなくて、意外と、こう、なんかブロック来る相手に対して、有効なんで、まあ、動画とちょっと関係ないですけど、今回やります。ジェリーのコツはね、足を開くとめちゃくちゃやりやすい。マジでジェリーは肩に持ってきたからやるだけ。これがジェリーです。はい、それでは今日はもうゲストではないんですけど、聖火東海大で東海大の人そういう風になんか出れないみたいで、なんでその今回は LINE とかそういう形になったんですけど、まあね、すごいあの天下の坂本聖火が言ってるんで、もし聖火知らないよって人いたら絶対見てください。あ、もう絶対好きになると思うんで、まあ、ぜひ他のこの選手も見たいとか、この選手からも教えてくれとか、そういうのがあったら、できる限りやっていこうと思うんで、ぜひ皆さん何かあればコメント欄で言ってください。多分この動画今聖火見てると思うんで、聖火教えていただきありがとうございました。でまた多分聖火はね、何個も技持ってると思うんで、また教えてください。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。